おはようございます。これより平成30年11月第5回松阪市議会定例会を開会いたします。議案説明のため市長以下関係者の出席を求めましたのでご報告をいたします。本日の議事はお手元に配布いたしました議事日程第1号により進めることにいたします。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第86条の規定により議長において8番田中正弘議員、22番山本隆議員を指名をいたします。日程第2、会期の決定を議題といたします。会期につきましては去る11月20日に議会運営委員会を開催し協議を願いましたのでこの際議会運営委員長よりご報告を願います。山本義弘議員。去る11月20日に議会運営委員会を開催いたしまして今期定例会の会期につきまして協議をいたしました結果本日から12月17日までの21日間とすることに決定いたしました。なお議事予定につきましてはお手元に配布されております議事予定表のごとく進めることに決定いたしましたのでご報告いたします。以上。お分かりをいたします。ただいまの議会運営委員長の報告通り今期定例会の会期は本日から12月17日までの21日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は21日間と決定をいたしました。日程第3、議案第115号平成30年度松阪市一般会計補正予算第5号を議題といたします。提案理由の説明を求めます。山地副市長。皆さんおはようございます。それではただいま上程されました議案第115号平成30年度松阪市一般会計補正予算第5号について提案理由のご説明を申し上げます。一般会計補正予算書の1ページをお願いいたします。今回の補正予算では職員移動等や人事院勧告に基づく給与改定に伴う職員給の調整とこれに関連する高池繰出資金の調整また先の台風24号にかかる災害復旧事業費予算調整後に生じた事由に基づき特に必要となった施設設備修繕短期償還実施による交際費の追加繰越資金確定に伴う財政調整基金積立金の新規計上繰越免許費や債務の負担を行うため必要な予算の追加等を計上させていただくもので今回の歳入歳出予算の補正は20億706万8千円を追加し歳入歳出総額を698億713万3千円とするものでございます。次に第2条の繰越免許費第3条の債務負担行為の補正第4条の地方債の補正につきましてはそれぞれ関係公表でご説明申し上げますので5ページをお願いいたします。第2票の繰越免許費は林業施設災害復旧事業費と3事業について年度内完成完了が見込めないことから第2票に記載のとおり繰越免許費の金額を計上させていただくものでございます。6ページ7ページをお願いいたします。第3票債務負担行為補正の追加でございますが広報松阪印刷にかかる契約等37件でこのうち公の施設の指定管理者による管理にかかる協定に関連するもの10件は今定例会においてご提案いたします公の施設にかかる指定管理者の指定についてに関連するものでこのほか今年度中に契約が必要なものにつきまして債務負担行為の期間及び限度額を記載のとおり定めさせていただくものでございます。このうち6ページ中ほどの一般木造住宅耐震診断にかかる契約につきましては今回の補正予算で100個分を増額しておりますが10月末の段階ですでに増額分の申請件数に達しており本年度内での対応が困難な状況でございますことから次年度に早期対応できるよう200個分について債務負担行為を設定し事前受付を継続するものでございます。7ページの下から5つ目松浦武四郎記念館空調設備と空調設備ほか改修工事にかかる契約につきましては現在空調設備が
故障しており早期に修繕に取り掛かり来年度のゴールデンウィークに間に合うよう改修工事を進めるものでございます。8ページの一番上でございますが、三雲天白公民館移転工事設計業務にかかる契約でございますが、台風24号により被災した三雲天白公民館について2階全体が雨漏りのため全面使用禁止としており早急に対応するため計上するものでございます。次に変更でございますが、松阪市学校給食センターベルランチ調理及び配送業務にかかる契約は3歳児保育実施による給食に対応するため限度額を増額するものでございます。印鑑登録バックアップ重機ネットシステム賃貸借保守にかかる契約はこの契約のうち重機ネットシステムの更新等に関し部品の供給不足による機器整備の遅れに伴い提供元の地方公共団体情報システム機構から使用の公表が遅れたことにより本年度内に契約ができないことからこれを廃止し事業名期間限度額を変更するものでございます。9ページをお願いいたします。第4票地方債補正の追加は河川災害復旧事業で限度額記載の方法利率償還の方法を記載のとおり定めさせていただくものでございます。次に変更でございますが、県施工、街路事業負担金等4件は、事業費の増などによる限度額の変更で、内訳は記載のとおりでございます。次に、歳入でございますが、14ページ、15ページをお願いいたします。第1巻市税第1項、市民税第1目個人、3億796万5千円の追加は、株式譲渡所得の増などに伴う個人市民税調停見込み額の増によるものでございます。第2項第1目固定資産税1億9772万2000円の追加は焼却資産調停見込み額の増によるものでございます。第3項第1目軽自動車税1900万9000円の追加は登録台数の増に伴う調停見込み額の増によるものでございます。第10巻地方特例交付金195万6千円の減及び第11巻地方交付税8億8088万7千円の追加はそれぞれ交付決定によるものでございます。第13巻分担金及び負担金第15巻国庫支出金第16巻県支出金及び18ページ19ページの第22巻司祭は歳出にかかる特定財源をそれぞれ計上させていただくものでございます。16ページ17ページの第18巻第1項寄付金第1目総務費寄付金17万5000円の追加は指定寄付金7件でございます。第2目商工費寄付金2484万1000円の追加はふるさと応援寄付金1100県でうちふるさと応援基金に1089件2466万6千円を市民活動振興基金に11件17万5千円を積み立てるものでございます。第19巻繰入金第1項基金繰入金第1目財政調整基金繰入金8億94万5千の減額は財源調整によるものでございます。第15目公共施設マネジメント基金繰入金160万円の追加は三雲天白公民館移転事業費に充当するものでございます。第20巻第1項第1目繰越金12億8174万2000円の追加は前年度繰越金の確定に伴い予算未計上分の全額を計上させていただくものでございます。第21巻諸収入626万8000円の追加につきましては18ページ19ページをお願いいたします。第5項第1目雑入第2節総務費雑入の説明欄1水道事業等退職手当在職期間分収入253万3000円の追加は退職者数の増によるものでございます。4災害派遣費用被災地負担収入493万7000円の新規計上は7月豪雨被災地である東広島市への職員派遣等によるものでございます。次に歳出でございますが20ページ21ページをお願いいたします。内訳は人件費災害復旧事業費及び実績に基づく変更でございますので変動の大きなものを中心に主なものをご説明申し上げます。
第1巻第1項第1目議会費の説明欄に一般職員給545万5千円の追加は職員移動等や人事院勧告に基づく給与改定に伴う職員給の調整でございます。他の科目におきましても同様の調整がございますが以下説明を省略させていただきます。22ページ23ページをお願いいたします。第2巻総務費、第1項総務管理費、第4目人事管理費の1、一般職退職手当1億5297万1000円の追加は、定年外退職者12名分等にかかるものでございます。2、職員福利厚生事業費2735万3000円の追加は、産休、病休等代替職員賃金等の追加によるものでございます。13目、防災対策費の1、一般木造住宅耐震診断事業費463万2000円の追加は、耐震診断対象戸数の追加によるものでございます。2、一般木造住宅耐震補強等事業費補助金450万円の追加は、除却工事補助の対象戸数の追加によるものでございます。次に、少し飛びますが、32ページ、33ページをお願いいたします。第3巻民生費第1項社会福祉費第9目国民年金事務費の2、国民年金事務事業費116万3000円の追加は法改正等に伴うシステム改修によるものでございます。34ページ35ページをお願いいたします。第2項老人福祉第1目老人福祉総務費の2、介護保険事業特別会計繰出金948万9千円の追加は人事異動等に伴う繰出資金の増によるものでございます。3、老人施設福祉事業費の括弧1、介護福祉空間整備費補助金1346万2千円の新規計上は認知症高齢者グループホーム2施設の防災改修等を補助対象事業として申請したことによるものでございます。括弧2、公的介護施設等整備費補助金519万1000円の追加は県補助金要項の改正に伴う補助単価の増によるものでございます。36ページ37ページをお願いいたします。第3項児童福祉費第4目母子父子福祉費の1、児童扶養手当支給事業費1401万円の追加は平均受給額及び受給者数の増によるものでございます。40ページ41ページをお願いいたします。第4巻衛生費第1項保健衛生費第2目環境衛生費の1、個別合併処理場仮想整備事業特別会計繰出資金110万6000円の追加は人事異動等に伴う繰出資金の増によるものでございます。少し飛びますが50ページ51ページをお願いいたします。第7巻第1項商工費第6目ブランド推進費の1、ふるさと応援基金積立金2466万6千円の追加はふるさと応援寄付金1089件分にかかる積立金でございます。2、市民活動振興基金積立金17万5千円の追加はふるさと応援寄付金11件分にかかる積立金でございます。第12目、歴史民俗資料館費の1、歴史民俗資料館管理運営事業費200万円の追加は台風24号により雨漏りが生じた三雲天白公民館に所蔵されている民具を緊急に移転させる費用でございます。次に56ページ57ページをお願いいたします。第8巻土木費第5項都市計画費第3目街路事業費の1、県施行街路事業負担金200万円の追加は県道松坂公園大越線事業費の増によるものでございます。第4目公園管理費の1、都市公園維持管理事業費180万3000円の追加は主に台風12号21号24号による倒木処理にかかる委託料の増によるものでございます。第7目都市下水路費の1、ポンプ場施設長寿無用化事業費9055万円の減は生産による工事費用費等の減によるものでございます。第8目下水道費の1、公共下水道事業会計繰出資金5461万円の減は繰出基準の見直しによる減等でございます。60ページ61ページをお願いいたします。第9巻第1項消防費第1目常備消防費の1、
松阪地区広域消防組合分担金1640万2000円の減は、前年度組合会計繰越金の確定及び職員移動等に伴う分担金の減でございます。第10巻教育費及び第11巻災害復旧費のうち、教育委員会が所管する部分につきましては後ほど教育長からご説明申し上げますのでよろしくお願いいたします。68ページ69ページをお願いいたします。第10巻教育費第4項幼稚園費第1目幼稚園管理費の1、幼稚園管理運営事業費775万2000円の追加は、平成31年4月から新たに5園による3歳児保育及び11園の3歳児給食実施に対応するための、施設改修や、備品購入によるものでございます。74ページ75ページをお願いいたします。第11巻災害復旧費第1項農林水産業施設災害復旧費第1目農地等災害復旧費の1、農地等災害復旧事業費245万円の追加は、台風24号による農地2件、農業用施設2件にかかる復旧工事及び土砂撤去などにかかる重機借り上げ料でございます。次に第2目林業施設災害復旧費の1、林業施設災害復旧事業費1億2057万5000円の追加は、台風24号による林道2路線の復旧工事、土砂撤去などにかかる重機借り上げ及び、昨年の台風21号による被災した林道1路線の復旧工事でございます。76ページ77ページをお願いいたします。第2項公共土木施設災害復旧費第1目道路橋梁災害復旧費の1、道路橋梁災害復旧事業費890万円の追加は、台風24号による路肩決壊等にかかる復旧工事費工事等18件でございます。次に第2目河川災害復旧費の1、河川災害復旧事業費1690万円の追加は、台風24号による稼働閉塞、護岸決壊等にかかる復旧工事10件でございます。78ページ79ページをお願いいたします。第3項、厚生労働施設災害復旧費第2目民生施設災害復旧費の1、児童センター施設災害復旧事業費90万9千円の追加は、台風24号による屋根破損にかかる、修繕によるものでございます。82ページ83ページをお願いいたします。第12巻第1項交際費第1目元金9億8981万2千円の追加は、短期償還に関する元金の増が9億6897万2千円余り、海上アクセス、セントレラ、旅客ターミナル施設解体に伴う繰上償還に関する元金の増が2083万9000円余りによるものでございます。第2目利子3877万6000円の減は、入札による額の確定及び利率見直しによるものでございます。84ページ85ページをお願いいたします。第14巻小支出金第1項基金費第1目財政調整基金費の1、財政調整基金積立金8億1300万円の新規計上は、地方財政法第7条第1項に基づき、前年度繰越金16億2418万2000円の2分の1をくだらない額を積み立てるものでございます。なお第5号補正後の平成30年度末財政調整基金の残高見込み額は86億5700万円余りでございます。以上、第10巻教育費及び第11巻災害復旧費のうち、教育委員会が所管する部分を除く説明とさせていただきます。なお、86ページ以降の補正予算給与費明細書等につきましては、説明を省略させていただきますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。補正予算、歳出補正予算にかかる事業別の詳細につきましては、お手元にお配りをしております、補正予算説明資料のとおりでございます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。中田教育長。それでは私の方から、第10巻のうち第4項幼稚園費を除く教育費につきまして、ご説明申し上げます。一般会計、補正予算書62ページ63ページをお願いいたします。第10巻教育費は補正前の額が
82億9807万5000円で、今回4424万4000円の追加をお願いするものでございます。なお各項目にわたる職員給につきましては、職員移動等に伴う調整によるものでございますので、説明を省略させていただきます。それでは内容をご説明申し上げます。第1項、教育総務費第2目、事務費の3、スクールバス、運営事業費99万8000円の追加は、台風24号による、土砂崩落の影響で国道166号線飯南町海道市内が通行止めとなり、飯南中学校および柿野小学校の児童生徒が通学路として使用できない状況でありますことから、通学手段の確保を図るため臨時スクールバス運行にかかる、非常勤職員賃金および燃料費でございます。続きまして、64ページ65ページをお願いいたします。第2項、小学校費第1目、学校管理費の2、小学校施設管理事業費465万5000円の減額は、非常勤学校公務員の移動に伴う賃金等を中学校費との、事業間で、組み替えを行うものでございます。同じく3、小学校施設、整備事業費、500万円の追加は、天白小学校図書室を地域開放型の図書室として改修を行うための工事請負費でございます。次に第2目、教育振興費の1、特別支援教育就学奨励事業費114万9千円の追加は、申請者数の見込み増に伴う支給額の増でございます。続きまして70ページ71ページをお願いいたします。第5項、社会教育費第2目、公民館費の2、三雲天白公民館移転、事業費、564万4千円の新規計上は、三雲天白公民館が、本年度の相次ぐ台風により大きな被害を受け、公民館2階を封鎖せざるを得ない状況となり、早急な移転対応が必要となったもので、三雲地域振興局の空きスペースを公民館活動に活用するための改修にかかる設計業務委託料でございます。続きまして72ページ73ページをお願いいたします。第6項、保健体育費第2目、学校給食費の3、学校給食センター、備品等整備事業費411万7千円の追加は、平成31年度から幼稚園での3歳児給食を全園で開始することに伴う食器などを準備するための消耗品費および備品購入費でございます。次に第11巻、災害復旧費第4項、文教施設、災害復旧費につきまして、ご説明申し上げます。予算書80ページ81ページをお願いいたします。第2目、公立学校施設等、災害復旧費の1、小学校施設災害復旧事業費176万5千円の追加及び2、中学校施設災害復旧事業費50万円の追加は、台風24号により、被災した校舎の修繕料及び、封倒木の伐採にかかる、委託料でございます。以上簡単でございますが、第10巻のうち第4項幼稚園費を除く教育費及び第11巻災害復旧費、第4項文教施設災害復旧費の説明とさせていただきます。何卒よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
山地副市長。申し訳ございません。先ほど私が説明申し上げた中で、数字が一つ間違っておりましたので訂正をお願いしたいと思います。財政調整基金積立金の、関連でございますが、30年度末の財政調整基金の、残高見込み額でございます。私は86億5700万円余りと申し上げましたが、86億9000万円余りの間違いでございます。訂正の方よろしくお願いいたします。お聞きの通りでございます。ご了承願います。次に日程第4、議案第116号平成30年度松阪市競輪事業特別会計補正予算第2号、日程第5、議案第117号平成30年度松阪市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号、日程第6、議案第118号平成30年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算第2号、日程第7、議案第119号平成30年度松阪市簡易水道事業特別会計補正予算第1号、日程第8、議案第120号平成30年度松阪市個別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算第1号、日程第9、議案第121号平成30年度松阪市農業集落排水事業特別会計補正予算第1号、以上議案6件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。山地副市長。ただいま上呈されました議案6件について提案理由のご説明を申し上げます。特別会計補正予算書の1ページをお願いいたします。まず議案第116号平成30年度松阪市競輪事業特別会計補正予算第2号についてご説明を申し上げます。第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正予算につきましては11億1000万円を追加し、歳入歳出の予算総額をそれぞれ129億6976万2000円とさせていただくものでございます。8ページ9ページをお願いいたします。歳入でございますが、第1巻第1項事業収入、第2目商社投票券売上金11億1000万円の追加はミッドナイト競輪および F1 競輪売上の増加によるものでございます。10ページ11ページをお願いいたします。歳出でございますが、第1巻総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費の説明欄1、一般職員給546万4千円の減額は一般会計と同様、職員移動および人事院勧告等に伴う調整でございます。同じく2、競輪事業財政調整基金積立金8160万7千円の追加は現時点におけます予算上の黒字額でございます。12ページ13ページをお願いいたします。第2巻第1項第1目事業費の1、普通競輪開催事業費10億3385万7千円の追加はミッドナイト競輪および F1 競輪の売上額増加見込みに伴う開催関係経費の追加でございます。なお14ページ以降の補正予算給与費明細書につきましては説明を省略させていただきますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。続きまして19ページをお願いいたします。議案第117号平成30年度松阪市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号についてご説明申し上げます。第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正予算につきましては各納付金の決定通知に伴う金額の追加または減で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1020万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ172億9690万9000円とさせていただくものでございます。次に第2条の債務負担行為につきましては関係公表でご説明申し上げますので22ページをお願いいたします。第2票債務負担行為でございますが、コンビニ収納サービスに関する
地方税収納に係る契約等2件について平成31年度以降の業務にあたり平成30年度中に業者決定が必要になるため債務負担行為の期間及び限度額を第2表に記載のとおり定めさせていただくものでございます。26ページ27ページをお願いいたします。歳入でございますが第6巻第1項繰越金第1目その他繰越金1020万3000円の追加は今回の補正予算に伴う財源調整でございます。28ページ29ページをお願いいたします。歳出でございますが第3巻国民健康保険事業費納付金第1項医療給付費分第1目一般被保険者医療給付費分3141万9000円の追加は納付金の決定によるものでございます。30ページ31ページをお願いいたします。第2項後期高齢者支援金等分第1目一般被保険者後期高齢者支援金等分379万8000円の減は納付金の決定によるものでございます。32ページ33ページをお願いいたします。第3項第1目介護納付金分1794万2000円の減は納付金の決定によるものでございます。なお34ページの補正調整につきましては説明を省略させていただきますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。続きまして議案第118号平成30年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算第2号についてご説明を申し上げます。35ページをお願いいたします。第1条の歳入歳出予算の補正でございますが今回の補正予算につきましては歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1033万2000円を追加し歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ177億9593万円とさせていただくものでございます。次に第2条の債務負担行為につきましては関係公表でも、ご説明申し上げますので38ページをお願いいたします。第2表債務負担行為でございますが松阪市浮里憩いセンター業務に係る契約について平成31年度以降の業務にあたり平成30年度中に 業者決定が必要になるため債務負担行為の期間及び限度額を第2表に記載のとおり定めさせていただくものでございます。42ページ43ページをお願いいたします。歳入でございますが第7巻繰入金第1項一般会計繰入金第5目その他一般会計繰入金第1節職員給与費等繰入金954万円の追加は人事異動等に伴うものでございます。44ページ45ページをお願いいたします。歳出でございますが第1巻総務費第1項総務管理費第1目一般管理費の1一般職員給875万7千の追加は人事異動に伴う調整でございます。46ページ47ページをお願いいたします。第3項介護認定審査会費第2目、認定審査会費127万7千の追加は人事異動に伴う調整介護認定審査会委員報酬の減及び前年度の竹郡3町からの受託事業収入の精算等によるものでございます。48ページ49ページをお願いいたします。第3巻地域支援事業費第3項包括的支援事業任意事業費第3目在宅医療介護連携推進事業費29万8000円の追加は人事異動に伴う調整でございます。なお50ページ以降の補正予算給与費明細書等につきましては説明を省略させていただきますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。続きまして57ページをお願いいたします。議案第119号平成30年度松阪市下院水道事業特別会計補正予算第1号についてご説明申し上げます。第1条の債務負担行為につきましては関係公表でご説明申し上げますので58ページをお願いいたします。第1票債務負担行為でございますが水質検査業務に係る契約について平成31年度の業務委託にあたり平成30年度中に業者決定が必要になるため債務負担行為の期間及び限度額を第1票の記載のとおり定めさせていただくものでございます。なお59ページの補正調書につきましては説明を省略させていただきますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。続きまして議案第120号平成30年度松阪市個別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算第1号についてご説明申し上げます。61ページをお願いいたします。第1条の歳入歳出予算の補正でございますが今回の補正予算につきましては歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ110万6000円を追加し歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6225万8000円とさせていただくものでございます。
また補正予算の内容は高い系と同様に職員移動等や人事院勧告に基づく給与改定に伴う職員給の調整となっております。68ページ69ページをお願いいたします。歳入でございますが、第6巻繰入金第1項第1目一般会計繰入金110万6000円の追加は、今回の補正予算に伴う財源調整として追加させていただくものでございます。70ページ71ページをお願いいたします。歳出でございますが、第1巻総務費第1項総務管理費第1目一般管理費110万6000円の追加は、高い系と同様職員移動に伴う調整でございます。なお72ページ以降の補正予算給与費明細書につきましては説明を省略させていただきますので、ご了承いただきたく存じます。続きまして77ページをお願いいたします。議案第121号、平成30年度松阪市農業集落排水事業特別会計補正予算第1号についてご説明申し上げます。第1条の参入歳出予算の補正でございますが、今回の補正予算につきましては参入歳出予算の総額に参入歳出それぞれ24万9千円を追加し、参入歳出予算の総額を参入歳出それぞれ7185万5千円とさせていただくものでございます。第2条の債務負担行為につきましては関係公表でご説明申し上げますので、80ページをお願いいたします。第2表、債務負担行為でございますが、高木地区、汚水処理施設維持管理業務委託にかかる契約について、平成31年度の業務委託にあたり、平成30年度中に業者決定が必要になるため、債務負担行為の期間及び限度額を第2表に記載のとおり定めさせていただくものでございます。84ページ、85ページをお願いいたします。歳入でございますが、第2巻繰入金第1項第1目一般会計繰入金24万9千円の追加は、今回の補正予算に伴う財源調整として一般会計繰入金を追加させていただくものでございます。86ページ87ページをお願いいたします。歳出でございますが、第1巻総務費第1項総務管理費第1目一般管理費24万9千円の追加は、高い系と同様職員移動等に伴う調整でございます。なお88ページ以降の、補正予算給与費明細書等につきましては説明を省略させていただきますので、ご了承いただけたく存じます。以上、特別会計補正予算6件の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。次に日程第10、議案第122号、平成30年度松阪市水道事業会計補正予算第1号、日程第11、議案第123号、平成30年度松阪市公共下水道事業会計特別、松阪市公共下水道事業会計補正予算第1号、以上、議案2件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。佐藤上下水道事業管理者。ただいま上呈されました議案第122号、平成30年度松阪市水道事業会計補正予算第1号についてご説明を申し上げます。今回の補正につきましては、他の会計と同様に人事院勧告に基づく給与改定および人事異動による職員給与費の調整並びに債務負担行為の追加を行うものでございます。それでは事業会計補正予算書の1ページをお願いいたします。補正予算第2条、業務の予定量でございますが、第4号建設改良事業を268万8000円減額し、13億5042万円とするものでございます。補正予算第3条、収益的収入および支出でございますが、支出で第1巻水道事業費用を102万1000円増額し、39億4630万1000円とするものでございます。補正予算第4条の資本的収入および支出でございますが、支出において第1巻資本的支出を268万8000円減額し、20億8243万2000円とするものでございます。これにより補正後の資本的収入額が資本的支出に対して不足とする額は11億1230万7000円となり、予算第4条本文、括弧書きを記載のとおり改め、
財源を補填するものでございます。2ページをお願いいたします。補正予算第5条債務負担行為でございますが、いずれも平成31年3月末日までに契約準備が必要となることから、債務負担行為を追加させていただくものでございます。補正予算第6条議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございますが、人事院勧告に基づく給与改定および人事異動に伴う補正により、第1号職員給与費を165万3000円減額させていただくものでございます。補正予算の詳細につきましては補正予算基礎資料に基づきご説明を申し上げます。12ページをお願いいたします。収益的収入および支出の支出でございますが、第1巻水道事業費用、第1項営業費用において102万1000円の増額を行うもので、各目の人件費の補正内容につきましては記載のとおりでございます。13ページをお願いいたします。資本的収入および支出の支出でございますが、第1巻資本的支出、第1項建設改良費において268万8000円の減額を行うもので、各目の人件費の補正内容につきましては記載のとおりでございます。以上、簡単ではございますが平成30年度松阪市水道事業会計補正予算第1号の説明とさせていただきます。続きまして議案第123号、平成30年度松阪市公共下水道事業会計補正予算第1号についてご説明を申し上げます。今回の補正につきましては他の会計と同様、人事院勧告に基づく給与改定および人事異動等による職員給与費の調整、また流域下水道維持管理負担金の生産返還金に伴う繰り出し金の精査、建設改良費におきましては交付金事業および財源の補正並びに債務負担行為の追加を行うものでございます。それでは事業会計補正予算書の15ページをお願いいたします。補正予算第2条業務の予定量でございますが、第4号主要な建設改良事業のうち環境施設費の予定量を9167万4000円増額し31億3243万1000円に、またポンプ場築造費の予定量を1420万2000円減額し5579万8000円とするものでございます。次に補正予算第3条収益的収入および支出でございますが、収入支出の総額にそれぞれ414万8000円増額し、収入で第1巻下水道事業収益を41億7416万3000円とし、支出で第1巻下水道事業費用を42億5241万9000円とするものでございます。16ページをお願いいたします。補正予算第4条の資本的収入及び支出でございますが、収入支出の総額にそれぞれ7217万2000円を増額し、収入で第1巻資本的収入を42億2136万5000円とし、支出で第1巻資本的支出を57億3046万円とするものでございます。これにより補正後の資本的収入額が収入的支出額に対して不足する額は15億909万5000円となり、予算第4条の本文括弧書きを記載のとおり改め財源を補填するものでございます。補正予算第5条債務負担行為でございますが、いずれも平成31年3月末日までに契約準備が必要となることから、債務負担行為の追加をさせていただくものでございます。17ページをお願いいたします。補正予算第6条企業債でございますが、限度額を記載のとおりに改めさせていただくものでございます。補正予算第7条議会の議決を得なければ流用することのできない経費でございますが、人事勧告に基づく給与改定および人事異動に伴う補正により、第1号職員給与費を20万7000円減額させていただくものでございます。補正予算第8条他会計からの補助金につきましても、繰出金の精査により記載のとおり改めさせていただくものでございます。
補正予算の詳細につきましては補正予算基調資料に基づきご説明を申し上げます。28ページをお願いいたします。収益的収入および支出でございますが、収入で第1巻下水道事業収益、第2項営業外収益、第2目高い経補助金5406万3000円の減額は、特別利益の収益増によりまして繰出金を精査したものでございます。第3項特別利益第1目可燃土損益修正益5821万1000円の追加は、平成29年度の流域下水道維持管理負担金の生産にかかる返還金でございます。29ページをお願いいたします。次に支出でございますが、第1巻下水道事業費用、第1項営業費用の人件費において414万8000円の増額を行うもので、各目の人件費補正の内容につきましては記載のとおりでございます。30ページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございますが、収入で第1巻資本的収入第1項企業債3440万円の増額及び第4項国庫補助金3831万9000円の増額につきましては、防災安全交付金の調整によるものでございます。また第2項高い経負担金65万円の減額、第3項高い経補助金10万3000円の増額は、事業費の見直しに伴う一般会計からの繰切金の調整によるものでございます。31ページをお願いいたします。次に支出で、第1巻資本的支出第1項建設改良費第1目環境設費9167万4000円の増額は、職員の変動等による人件費の補正および公共下水道事業にかかる交付金の調整により、工事請負費等の見直しをしたことによるもので、これは一般会計で実施するポンプ場長寿命化事業において入札差金が生じたことから、その財源の防災安全交付金を松阪市下水道総合地震対策計画に基づき進めておりますマンホールトイレの設置、施設の耐震化整備に充当し、計画の前倒し整備の促進を図るものでございます。第2目ポンプ場築造費1420万2000円の減額は、入札差金等によるものでございます。第3目受益者負担金付加徴収業務費530万円の減額は、職員の変動等による人件費の調整による減額でございます。以上、簡単ではございますが、平成30年度松阪市公共下水道事業会計補正予算第1号の説明とさせていただきます。以上、議案2件よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。日程第12、議案第124号、平成30年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算第1号を議題といたします。提案理由の説明を求めます。武田市民病院事務部長。ただいま、上呈されました議案第124号平成30年度松阪市民病院事業会計補正予算第1号についてご説明申し上げます。補正予算書の33ページをお願いいたします。予算第2条債務負担行為でございます。事項に記載の白衣賃貸借にかかる単価契約ほか3件の契約について、平成31年3月末日までに契約準備が必要になることから債務負担行為を設定させていただくものでございます。以上、平成30年度松阪市民病院事業会計補正予算第1号の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。